まあ、茶髪にしようよな。うち会社茶髪にしなかった。22か。すごいな、お前。だって、お前16からだろ。16からだよ、もう6、ね、6年間。6年間だ。家庭も欲あれ言うともう説得の仕方もう大人になっていきたい人生だから違いんだ。いや極端なんですよ。お前それ茶髪にして。おはようございます。おはようございます。お前茶髪にしようよな。はい。あ、チャンス。おはようございます。これ茶色いですよね、お父さん。いや黒じゃないですか。もう茶色だろう、それ。はい。一応、銀にしたっすよ。銀にしたっすよ。いい感じだね。うち会社、茶髪禁止じゃなかった。はい。茶髪禁止じゃなかった。いや、坊主禁止ですけど。お前、もう両方アウトやねえか、お前。そう、これ絶対茶髪だろ、でも。はい。ははい。茶髪だよな、ね、もう。はい。銀にした。銀にして、色落ちたんじゃないですか。は？色落ちた。銀は上がってるから、マジで。頑張っておいて。旅入っておりますよ。俺かお前ぐらいしかいない。一緒は。そう。坊主、まあまあ、だらしないから見るな。でも坊主だからね、なんか好青年って感じが強いんだよ。なんで坊主じゃん。まだ昔。いや。もう飽きたんだよ。ちょっと、ここから髪伸ばしたいなと思って。どこから？ここだけ伸ばすの？落ちぶしゃみたいな。あ、違う全部です。一回切って切らんでくれんじゃないですか。いや、ここだけ伸ばしたらダサいじゃないですか、途中の過程が。あ、結んでたりするときに見えるからってことか。そういったものでしょう。だって、はい、好きだな。いや、坊主好きじゃないです。何回かやってない坊主。いや、全然やってない。なんかお前の坊主なんか 見慣れとる気がする。なんか似合わなくない。坊主なんか邪魔のことが気になったの。何年の茶色にしたん？いやー、黒だとちょっと短くしたらよかったからね。スポーツ狩りみたいにしてくだろう。いやもうしないですね、このまま伸ばして。どういうこと？ずっと、はい、何ヶ月も切らずに、はい、お前言ったでな、はい、お前言ったでな、お前茶髪に勝手にしてお前当たり前みたいな顔してすいませんの一言もまだメインだでな。どうしても茶髪でやらせてくださいって言うなら考えたらいやいや、お前茶髪禁止だろう。はい。当たり前に言ってるけどな、まあお前、何の自信なんだよ、お前、その方に行くの。お父さん、すいません。ボコボコと泣いて。いえいえいえ、とか言ってる。何の自信なの、お前、その。ちょっとさ、はーいって言って。何の自信、お前、取り囲まれてる撮影やに。追いつかせてから。突然来て。まだ寝起きテンションなんで。あ追いつかないです。やんなよ、そんなの。8時半から戦闘モード入っとけよ、お前。だってそうだろ、お前。はい。それだったらラジオ体操して8時から作業しようぞ、お前。そんなお前の言い方知らんねん。そうですね。そういう納得するところもない。素直。はい、ちゃんと言って。確かに。とか言って。騙されちゃう人も。お前の茶髪についてお前聞いたもんで来たんだ。あ、そうなんですか。絶対そうっす。ほんとだって。誰からっすか。何でもいいやよ。俺の情報源お前に言え。絶対そうっす。お父さんもおるし、今日は仕事見させてしまおうか。あ、初めましてです。よろしくお願いします。SNS の方に。ああ、ございます。20歳なんですよ。20歳。あ、でも動画でちょっと年齢拝見したんですけど。見えなくないですか、20歳に。貫禄ありますね。あ、ありがとうございます。21歳でした。21って言って。見えでしょ？そうでして、チンパス出せじゃん。まあ、どうなんですか、ね、どうなんですか、ね、そうだ。俺が決めたらそうだ。そうめちゃくちゃ素直じゃないですか。びっくりしました。ですね。確かにダサいですねってなって。僕皆さんのこと動画で見させてもらってますけど、僕、うん、素直な印象でした。そうそうそう。まっすぐだよね。まっすぐですね。仕事も。ちゃんと社長のこと嫌いって言うし。言ったろそなんかミオが初めて撮影行った時に、なんか逃げとるみたいな。動画撮られるの嫌だからみたいな。ああだから社長が嫌だみたいな。ああめっちゃはっきり言ってもらってみよう、その時に。そう。あ、お父さんおいくつなんですか？49歳。49歳。あ、これでだ。あ、はい。いや、元気。いや、49、40、あ、4校ですよ。あ、1人ですか？息子。あ、1人です。娘は1人になる。あ、娘と息子。22か。
すごいな、お前。だって、お前16カロだろ。16カロだよ、俺。もう6年間。6年間。5周年イベントしよう。青木くん5周年イベント。青木くん5周年イベント。食べなきゃいけない。特別5周年。5周年も OK だと思ったら、金髪。はい。僕はイベントだしね。まあ、どうするの港区です。毎日行ったのは。いや、5周年の記念に。実家実家にするのです。あ、お父さん一緒にするの。はい。あんないんだ、空もできるし。嬉しいよりすごい出る気分ってます。でも毎日来られたら地獄ですよね。イベントなのに。毎日お父さんと先にイベントは。地獄で多分帰ってこんくなるよ。一人暮らしします。一人暮らし。これを機に。はい、これを機にでしかも。一瞬すごい想像しましたね。毎日やってるの。めちゃくちゃ。めちゃくちゃいいやつです。やりながら。結構俺と格好被ってね。まぁちょっと足のスタイルが違うぐらいで。俺あんなからお洋服好きやんちゃう。憧れてますよ。あ、格好も被っとることだし。いや、違うっす、違うっす。いや、そこは嫌なんだ。何よ、お前、なかなか売ってないのよ、ここに一回ポッカって。もうワークが見つけた。売ってんのか。はい。あ、この短いやつが売ってないか。あ、短いやつは多分。売ってないのか。あんま見ないです。ネットで買わんと売ってないもんな。お父さん、お酒飲むって。いいっすね、ちょっと顔が青木さんの顔見てる青木さんが一番嫌そうですよ。じゃあ僕ももちろん嫌ですけど風間星風間星隣の晩御飯一つだけ言うわ、はい、社会っていうのはいいことも悪いことも同時に起きて初めて成長っていうんだよ。俺だってじゃあ45年間いいことばっかあったと思うか。あの自分で悪いことを求めて歩いていくのか、悪いことを避けて楽な人生に生きに行くのか。だけどいいことも悪いことも体に入ってくることで人間は成長するんじゃないのか。はい。じゃあお前どっち選ぶんだ。どっち選ぶ。いいことだけのいい、それだけでいい人生なのか、いいことも悪いことも受け止めて説得の仕方、本望を大人になっていきたい人生なのか、どっちがいいんだ。いや、極端なんすよ。しかも悪いことってより嫌なことだからで、ね、来るのかね。嫌なことだったら嫌なことも俺もいっぱいあったよ。いや、そうだけど、なんか進んで嫌なことってよりね、あの人をクビにするとか言われて、クビなんかしないけど、お前らにさらかなってあったわけじゃん。あれ、好き好みって明日あいつは僕人生言ってたと思うよ俺が。いや思わないです。明日あいつは言ってやめて人生言ってその声何思う。いや思わないです。辛いことだろあんな。まあって言ってたらなんだこれって言うこと辛いことじゃないか。でもそういうことがいっぱい俺は何十回も何百回もあるから人として成長してきたんじゃないか。お前じゃあどっちの人生どっちの成長しなくていいっす。成長しなくていいっす。成長しなくていいっす。そんなことでね、社長が家に来るぐらいなら成長しなくていいと。いや、もうこう間違ってねえじゃねえか。動画的には OK だ。撮れなくなるから。帰ってきて、ね。もうこれで。それいいんだな。それ、はい。でもこいつはまあ多分一生懸命やってると思うよ。だから、隣の晩ご飯。本当に俺が行った時には受け入れると思う。多分家からいなくなってるかもしれない。気づいてない。いや、俺はもうだって突然もう。え、違う違う、そうだけど、やべえと思って社長が飲んどる隙に逃げてくんだって。トイクさんって逃げてくる。バレんように静かに行ってるかもしれない。多分今めっちゃ顔引きつってるんですよ。いや、引きつりゃいいや。それも動画なんで。マジでやな。安っ。本当に安っ。本当に安っ。でもお父さんは無視してる。それも人生だぞって、ほら、お父さん分かっとんやって。それも人生だぞ、お前。息子よ、って。息子よ、かわいそうにと思ってるかもしれないけど。最後に一言。最後に一言か。もう取れたか十分だわ。今日は。金髪だし。あ仕事の様子見に来たよ。晩ご飯、晩ご飯、晩ご飯の様子だ。晩ご飯晩ご飯何するじゃん。晩ご飯俺が行くのでやっぱちょっと美味しいもんがやな。まんの中華っすね。中華多いな。中華多いな。中華得意料理だ。誰が好き。あ、お母さんです。あ、マジ買っちゃうの。お前買ったらと思った。お前そのうちが悪いでお父さんの前すごい言ったからな。冗談なんですよ。許してください、お父さん。
そっちですか。母ちゃん、いや、一緒におんの？あ、います。いや、ほんで一緒にするの。はい。はい、じゃあ、はい、まぁ、あ、ちょっと仕事を見てもか、最後にね。そうですね。5周年青木の。うん、まぁ、あ、ちょっとバーっと流れると思うので。はい。皆さん、ちょっとね、塗装のあれであれですけど、足場の買い取りと、ちょっと今強化して頑張ってちょっと欲しいんで、ぜひ、足場材。ちょっとまあ普通の買い取りよりはね、自分のところで使うために買っとるんで、多少高くは取れていると思うんで、ぜひ足場の買い取りと、実習生、特定技能実習生もやってますので、ぜひ声かけてください。はい、よろしくお願いします。あとは飲み会イベント。うん、まあ飲み会というよりも、ゴルフコンペや、うん、名刺交換会とか、そういうイベント系のやつ全部、案内を送りますよと。そこ登録してくださいねって。そう、何月何日に行きますよっていうのを送るんで。そうですね、メールアドレスと年齢と名前と住所、 YouTube の企画でこれ塗装取らせてくださいとか足場取らせてくださいとかで、その YouTube やってないとか撮ってみたいな、あーそういうこと、それが面白くない、もう塗り替え道場じゃない、全く外部の人のこと、そうそう、仕事とか、あ、仕事も入れとん、仕事も何にしたらされてるか、建設業じゃなかったら意味ないじゃん、あそういうことね、でそういうので飛び職だけにこういう動画撮りたいで誰か参加できますかとか案内してもらう、あそれもいい、飲み会、本当にそういう飲み会だけじゃなくてイベントとかもね、面白いな、なんでみんな、なんで顔変わりました、面白いですだよな、はい、じゃあ皆さん、まあ、はい、久々に登場して坊勢茶髪になってますが、はい、もう日に日に成長しようと思うんで、はい、まあ、まあでもそうだな、今年は特別ですね、特別で、どれぐらいぶり、でも3ヶ月1回ぐらいかな、3ヶ月1回1ヶ月ですよ、1回ぐらいか、だんだん成長してくると思います、また応援の方もよろしくお願いします、お願いします、せーの、お呼びでね、でもあるよ、うん、何するんですか、もう塗られてるやつから、このオスの雨戸外せなくて、雨戸、そういうことですね、網戸外せなくて、はい、こうなってて、こっちはもう塗ったんですけど、次ずらして塗るんですね、緊張するっすか、緊張しすごいですね、そうですね、めっちゃすごいです、綺麗に線出てますもんね、超器用になりそうじゃないですか、こんな器用になりますね、僕めちゃくちゃ不器用だったんですけど、もともとこれ、はい、塗装する前とか、そうです、なんか器用になりましたね、超貴重面とかにもなりそうですよね、はい、21歳でここまでできるんですよ、誰でもできますそれは嘘ですわ、もう5年選手ってことですね、5年生、はい、同い年には思えませんわ、こんな感じです、すごいです、本当に